冊目は踊ってはいけない国日本、サブタイトル風営法問題と過剰規制される社会で、磯部亮編著で、他9名ほどですね、社会学者、哲学者、ジャーナリストなどかの人がまあいろいろ思うことをいろいろ書いてますと。タイトルにあるように基本的には風営法問題を書いてるんですけれども、この本自体がまずフリードミューンの中でトークイベントがあったんだけど、タケちょっとたまたま寝ながらだけどちょっと一緒に聞いたよね、うん、宮台さんと、松沢さんっていう人と磯部さん人が、まあ、見えなかったけど、うん、一時的に声だけ聞いてそのまま横になって、うん、へー、出てっていう感じで聞いてて、まあ、今度こういう本が出るんでっていうふうに言われてて、で俺もちょっと風営法ってクラブと関わってくるから今こうやって取り上げられてて、ちょっと風営法について書いてある本がないかなと思って Amazon とかで調べてたんだけど、あんまパッとしたのがなかったから、これはいい機会だなと思って買って見たんだけど、まあそれぞれ言いたいこと言ってます。で中にはあくまで自分の個人的な意見というか自分の研究対象の意見を言ってるだけで、あんま参考にならないなっていうのもまああったんだけど、結局ね、まずこの風営法が取り上げられてるのは2010年の12月に大阪の雨村でクラブが摘発されたじゃんね。それっていうのは深夜営業してたっていうのもあるし、まあなんだろうな、一言で言いや届けで出してなかったんだよ。で、なんで届けで出さないかといけないかっていうと、風営法には一応届けで出さないといけない風俗営業に当たるものっていう定義があって、で一つはまあキャバレー、キャバレーみたいな、まあスナックとかだよね、でここには客にダンスをさせて、かつ客の接待を して飲食させるとこと、で、まあ、キャバレーではないわねと、で、第2条3号ね、ナイトクラブに、そういう設備を設けてダンスをさせて客に飲食をさせる営業と、これが一番近いかな、クラブのイメージに、で4号が、ダンスホールにその他設備を設けて客にダンスをさせる営業と、まあちょっと長く書いてはあるんだけど、ステージがあるようなところかな。で、これ、まあ、4号っていうのはね、いわゆる昔のディスコみたいなのをイメージされてると思うんだよね。相当これ古いやつだもんね。そう。その今のクラブとかを対象にして作られた法律じゃないから、それを無理くり当てはめちゃってるから、ことがおかしくなってる。でないかっていう、それは。踊るっていうのもあれなんでしょ、昔で言う、それは、その割と、今でいう俗風俗みたいなのがそういう踊りもあったりとかいうのだったっていうのをなんか聞いて見に来たことあるけど、だからそれを規制してあるみたいな、その別に音楽かけてダンスするっていうのもそのどっちかっていうとそのストリップってこと、多分ストリップじゃないけど、なんかそういう性風俗的な意味合いを規制してるのが強いみたいな話を聞いたことあるけど、基本的にね、風俗営業ってなんか俺らのパッとその言葉を聞いたイメージとしてはそういうのが思い浮かぶよね。そう。で、まあそういう風俗営業に当たるもの、当たるお店は、基本的には午前0時までの営業ですよと。で、別途条例のあるところはまあ最長でも1時まで、深夜の1時までですよっていうふうに書いてあるじゃんね。で、大阪が摘発されました。その後全国各地、東京とか名古屋とか、いろんなところで摘発が進んでて今も進んではいるんだけど、そもそもこれなんで風俗営業にダンスっていうのが入ってるわけっていうので、タケがまさに言う通り、だいたいこの法律って30回ぐらい変わってるらしいんだけど、一番最後に大きな改正があったのが1984年から85年にかけて、バブルで、そう、俺らのちょうど生まれた年で、そう、バブル前後だよね。で、その時にできましたと。そこから大幅な変更がないですよ。で、遡ってみるとまさに言ったように、ディスコっていうカルチャーがすごい盛んになって、まあ夜中若者が騒いでたわけですよ、というところで。で、82年に東京のディスコ
で、まあ、たまたま出会った男女が、女がその当時14歳とかだったんだけど殺されちゃったん事件がで、ディスコ殺人事件っていう言葉がついてるんだけど、それってのはディスコで殺されたわけじゃなくてそこで出会ってどっかに連れてかれて別のところで殺されてはいたんだけど、そういうのでこういうのを野放しにしとくと危ないんじゃないかと、あの青年や少女の健全な育成に妨げになるんじゃないかっていうことで規制しようっていうことでできたのが風俗営業適正化法っていうことで、風適法って呼ばれてるんだけど、根本的には元々の風営法がベースになってるから風営法っていうふうに呼ばれてるんだけど、っていう中でその時にできてるからこうやって入っちゃったんだよね、ダンス云々っていうのが。うん、だから最近俺らイベントに行くとレッツダンス署名運動みたいな感じでブースが設けられてて、署名してください、でそこに書いてあるのは結局国はダンスを規制しようとしていますと、されていますと、だからそれを変えるために署名してくださいってことで、そういう活動がされてて、ね、なんだろうなってことでちょっと俺も興味持って調べたんだけど、でここの活動がまあ結局してほしいのはダンスっていうことを消してくださいっていうふうに言いたいと、で言っていきたい、で10万票の署名を一応目標としてて今9万近くまで行ってんだけど、それ行ったらロビー活動みたいなのしていくよっていうふうにまあ言ってはいるじゃんね。うん、これってどう思いますまずここまでで難しいけど一応前提が今こんな感じで、まあでもね、おかしいとは思うから、しかもそれをなんかグレーな感じで野放しにしてたわけじゃん、うん、それをまあ急に摘発したわけ、うん、まあでも摘発される方にも何か問題があるのかもしれない、うん、どうその届け出をしないだとか、うん、その時間を超えて営業してるだとか、うん、まあ、あと基本的にクラブカルチャー自体が、うん、まあよくは思われてないもんね、多分うん、まあだから不良みたいなの見つけてもしょうがないっちゃしょうがない部分もあるけど、でもまあ法律的におかしいんだったらまあそうやってアピールして変えていくしかないもんね、うんうん、そう、それがねまた最近になって面白い動きを見せてて、まあ、去年ぐらいからかな、このレッツダンスが動きがあって一時期すごい盛り上がってたんだけど、やっぱ一部の人にはいやいやそもそも届け出してないのが悪いんでしょっていう意見だとかがあるし、そもそもその署名活動自体が反原発の運動もそうかもしれないけど、結局お祭り騒ぎしてるだけだろお前らみたいな、そういうちょっと厳しい面も実際にあったりして、なかなかうまくいってないのが実情なのかなっていうふうに思うし、俺も個人的にはイベント行って署名実は一回もしてないじゃんね。なんでかっていうと俺が単純に知識不足で、本当にこれなんとなくでダンス反対とかで署名していいんかっていう疑問に思ったからまだ書いてないところなんだけど、この踊ってはいけない国日本っていうこのタイトルも半分合ってて半分間違ってて、別に踊ってはいいでしょ、うん、そうだよね、そういう特定の場所で深夜遅くまでずっと踊ってる、それを合法化されてるっていうこと自体はまあ合法化はしてないよってことだよね、それは認められてないってことなだけであって、言ったら偏った言い方なんじゃないのっていうのも一方であるから、かなり難しいよねこれ世の中で動かそうとすると。でまあ今の話は打足として、で最近の動きとして今年からだよね、学校教育でダンスの教育が必修化されたんですよ文科省の方で。俺らは全然そういう認識ないけど、まあそういう風に学校になってんだよね。そうなった時にこの第4号であるように、このダンスホール設備を設けてダンスを客にダンスをさせる営業で、じゃあ学校でダンスを教えてるの何っていう話なんだよね、うん、学校でまず教えてるのはそういう文化っていうのも認知度が高くなってきて、自由な表現を子どもたちが、まあ、体育っていうまあ授業だとかそういうものでもしてった方がいいんじゃないか、していくとそういう健康にもいいしだとか、国際的にダンスっていうものの認知っていうのはあるわけだから、そういうのを教えてってもいいんじゃないかってことになってるっていうふうに言ってる一方で、すでにここの法律で風俗的に良くない、ここでは結局ね、ダンスを享楽的なもの、うん、あまりにもその過度に
楽しいような気分にさせちゃいすぎて子供たちの育成にとっては悪い影響になりかねませんよみたいなことも書いてあるわけよ、それに近いようなことを。だからそれ矛盾し大体してるし、俺らも塾とか行ってたけど、まあ全員が全員さダンスなんてそのうまく踊れないじゃん、うん、だからやっぱそのいきなり授業でダンス踊らされてうまくできんかったら恥ずかしいからってことで、そういうダンススクールみたいなところに通いたいって思い始めてる親御さんたちとかもいて、うん、でもじゃあそれって違法になっちゃうわけだとかそういうのもあって、なんなのっていう風になってるじゃんね。なった時に最近それこそ11月の30日かな、うん、まずに警視庁から通達が出て、まあ、そういったものは教育のダンスは OK です。で基本的にその風営法でダメって言ってるのは男女ペアで踊るようなものについてなのでいいですっていうふうに言ったじゃんね。でもそういう見解が出る前っていうのはそもそもそのいろんな解釈の仕方があって、そもそも肩が動いちゃダメ、かかとが浮いちゃダメだとか、その時点でもうダンスと捉えられて、それはもう風営法に当たるような営業になりますよだとか、そういうふうになるんじゃないかって言われてたし、そういう動きというか、まあ、そういう認知だったじゃん、ね、それが一気に今年変わっちゃったから、え、じゃあそもそも今までのは何だったのみたいないうことで、まあ、滝が言うようにそのグレーゾーンの範囲内でいろいろその解釈がその都度都合のいいように解釈が変えられてってるんじゃないかっていうね。結局よくわかんなくわかんない、ね、よくわかんなくなってる。そのだからね、研究者というかこういうそれなりの専門家の人たちもなんか わけわかんなくなっちゃってる状況が今あるんだよね、うん、なんか基本的に取り締まられるところはさ全部風営法の届け出を出してないの。そう、それがね出してないところが多いんだよね。出してても取り締まられてるところもある。出してて取り締まられてるのは営業がまず12時以降にやってるところ、一応その法に違反してるから取り締まられてるんだよね。そう別にその踊らせてるから捕まってるわけじゃないんだよね、うん、そう踊らせるための届け出をしてなかったり、うん、踊らせちゃいけない時間に踊らせてるから捕まってるんだよね、うん、そういうことですだよね、うん、だからなんかそこがちょっとさ、うん、あたかもさ、うん、てこっちはうまいことちゃんとやってんのに無理やり取り締まられたぜみたいな、うん、こう感じの雰囲気出してきてるよね。ちょっとあの活動家の方が、ね、ちゃんとやってるけどそれでも警察がなんか、うん、俺らの自由を取ってきたぜみたいな、うん、感じじゃん、うん、ちゃんと敵届け出してその範囲内でやってれば、うん、そう、それがね実際の話ね、大方の見解なんだよね。そうだよね、弁護士だとかもいるけど法律があって、うん、破って取り締まられて、うん、俺らの自由がっつって、うん、じゃその前に法律をちゃんと経営するなんて法律ぐらいし、うん、そうなんですよ。だからここのね今10人書いてるんだけど、うん、一番真っ当なこと言ってる、あそうだよなって思うことを言ってるのは、うん、弁護士の人がコラムみたいなやつで書いてるんだけど、うん、その人は基本的に今ある法律は確かに問題はある部分もあるけど、うん、少なくとも今ある法律を守ってないと変えてくれっていうことすら言えないよねっていうことを言ってる、ね、自分たちの立場をどんどん悪くしてるだけだね。悪くしてるだけ、うん、ルール守れない人にルールを変えろって言われてもそれは変えらんないでしょっていう話だよね。しっかり守ってれば、うん、まあ、そんだけ守ってるんだったらそのクラブもそんなに、うん、あそんな、ね、まあ、声が流れるね、全部ダメじゃないなっていう風になっていけばなるかもしれないけど、うん、なんかそれは違うような気が。レッツダンスはどういうことをしたい。やっぱり効率を変え、風営法を変えたい、そもそももうちょっと拡大を、うん、解釈を拡大してほしいというか、うん、規制を甘くしてほしい、そういうことじゃん。うん、そうだね。で俺もちょっとそういう窓外れなことやってんのかなって思って見たけど、うん、一応ダンスを外してほしいっていうのだけ言ってる、うん、風営法のところ、うん、それはね間違ってはないと思うし、今の動きとしてはちょっと複雑だし俺も言葉足らずなんだけど、結局さでペアダンスはダメっていう話だったら、うん、そもそも社交ダンス、うん、
やってる人はダメで、普通のレゲエダンスみたいな、ちょっとエロいダンスみたいなやる人たちがいるわけじゃん。それはいいのっていう、うん、そういう次元の話になって、要するに、クラブを、風営法の許可が必要ない施設っていう風にしてほしいっていうことだよね、要は。ダンスに関わることはね。うん。だから要するにバーとか、居酒屋とか、そういうのと同じような扱いで、そのオールナイトイベントとかやっても問題ない、踊ってても問題ないよっていう風にしたいっていう。うん。いっぱい踊りたいじゃないかことだよね、多分その深夜営業を規制されたくないっていうことだよね、うん、多分踊りにくい環境だっていうことを言いたい、そうね、まあそういうことだよね。一応通達ではペアじゃなかったらいいよと、一人だったらじゃあ OK だよっていうふうに通達がありましたと、11月末にってなると、例えばこの3号で言われるクラブについて客にダンスをさせてかつ飲食をさせてますよっていうものが摘発をされるとすれば、客にダンスをさせっていうのは別にペアで踊るのを想定しなければ、うん、別にね、その別に2人の人だけ来てくださいとか1人の人だけ来てくださいとかそういう言い方はしないから、うん、それが仮に問題になるんだとすれば、飲食をさせてることがダメなのっていう話になるよね、うん、うん、それだったらじゃあクラブというか踊る踊らないっていうのは関係ないじゃんっていう話になるよねっていうのが一番最新のこの動きなんだよね。まあ法律があって、まあ、いろんな解釈いろんな摘発だとかがあった中で警視庁の見解が出たと、全部つなぎ合わせるとじゃあ今まで摘発されてたのは何だったのっていうふうに考えると、タケに言った通り結局ダンス云々、まあ確かにこれおかしいし、実際警視庁もあの別にダンスで摘発してるわけじゃないんだっていうのがはっきりしたっていうことと、でダンス関係ないんだったらダンスって外しはいいじゃんっていうことなんだよね。紛らわしくしてるだけだから、であくまで摘発されてるのは届け出してないからなんだよね、うん、っていうのがある意味はっきりしたから、まあ国全体としてもだし、クラブ関係者にとっても一応前進っちゃ前進だと思う。だからここからどういうふうにうまく落としどころをつけるかっていうところだと思うんだよね。もうちょっとクリエイティブにね、お互い分かりやすいようにしていった方がいいよね、そう、お酒出すのがダメだとしたら居酒屋とかはまたどうなの、あれは。いや、居酒屋は一応飲食の方で風営法の届け出を、はいらない、いらないんだよね、飲食だけだったら。接待をするとまずダメ、スナックだとかキャバクラだとか、ガールズバーっていうのがギリギリなんだけど、ね、クラブはダンスとお酒があるから風営法の対象になるっていうこと、そういうことですね。ダンスっていう項目が、項目入ってるから、ね、風営法が外れれば風営法の対象ではなくなる、なくなるってことだよね。そうすれば、一件落着っていうか、一件落着、一件落着っていうか、まあそういうことだよね。要はそういうことなんだよね、要はそういうこと。でそもそも警察がそうやって言ったんだから、そういうふうに受け取られかねないし、でもちょっとやっぱ矛盾が生じてんだよ。文科省とかももうダンスを取り入れちゃったからさ、一方でいいって言ってて一方で悪いって言ってるわけだから、ちょっとね、矛盾はあるのは確かにある。なんか最初にちょっと摘発された方もやっぱり感情的になってちょっと違う方向にわってなっちゃったっていうのもあるわけね、そういうことだね。うん、あとね、一応他の建築的な基準で風営法の、一室あたり66平米以上ないといけないっていうのがあるから、ちっちゃい箱はできなくなっちゃうじゃんね、そうなると困るクラブがまあ実際のところはあると、実際にじゃあ届け出したら許可されなかった、クラブが営業できない、やめてくださいクラブっていうふうに言われちゃうから違法でやってるところもあるよっていうのが現状で、やめるしかないよねっていうのが今実際のところだし、多分これダンス抜けても別にそれが残るわけだから、これは変わらないっていうのと、あとライブハウスだとかは OK だよね、届け出なくてダンスとかじゃないから。でも実際今はもうライブハウスで DJ だとか来てダンスしてるよね、それは今対象外です。もともだから形骸化してるよっていうこともあるし、あと俺らが行く野外フェスだとか、ああいうのは一過性のイベントは OK
深夜 OK、飲食 OK です。だ結局、一部しか集中的に見れてないし、ういう実際に、うん、本当に裁量になっちゃってるから、変えた方がお互いにとっていいんだよね。うん、要するに今まで摘発されたのは届け出してないから摘発されてたと、うん、まあ、それも踏まえた上で、うん、分かりにくいから変えた方がいいんじゃないかっていう、うん、そういうことだよね。そういうことです。別になんか踊る自由を奪われたとかそういう問題じゃなくて、うん、摘発されたのは、まあ、摘発された人はちょっと、うん、あれだって、うん、そう、これでね、ある意味極端に言ってるのかもしれないけど、確かになっていう、そういう変えてほしいっていう人の意見で、まあ、哲学者とかがいろいろ言ってるんだけど、強力的に過度になりすぎるからダメっていう風に言ってる、うん、そういう裁判での判決とかもあるんだけど、うん、じゃあ何かいと、楽しくなっちゃいけないの人間はっていうそんな何、その真面目な顔してみんな生きてたらそれは OK で、ちょっと人生楽しいなと思ったらダメなのって根本的に言うとっていう風にも極端に言えばなるし、あとある人がまあ言ってるのは、佐々木さんという人が言ってるのは、あのジョン・ケージっていうクラシックで有名な人だけは知ってるよね。ジョン・ケージ知ってる？クラシックの踊る人？うん、いや全然踊る人じゃなくて、あのピアニストなんだけど、うん、4分33秒っていう曲で、うん、ライブコンサートでピアノの前に座ってピアノの蓋を開けて4分33秒何もせずに、あで最後パタッて閉めて帰ったそういう曲があるっていう人がサイレンスっていう本を書いてるんだけど、その人がある大学の無音室に入れてもらって入りました。で当然無音なんだけど、2つの低音と高音の音が聞こえてきたと。それっていうのは結局のところ自分の神経とあの血流の音だったっていう、ね、うん、それを仮にダンスというか人間の営み、生きる生命の力だと考えると、もうなんか生きてる時点で踊ってるんじゃないのみたいなでもまあそれも極端だろとか思うけど、ちょっとかっこいい意見で言ってるし、やっぱそういう、なんだろうな、敏感になるというか、普通に生活してて、あ、なんかいい音楽があるなと、でついつい踊っちゃう、あの感動してっていうことを、なんか国だとかがそれは違法だよだとかいうことに対しておかしいんじゃないのっていうふうに思う人たちがいるってことだよね。で、結局少なからず問題があるっていうのは分かった。で今後どうしていったらいいのかねっていうことで、一応最後にね、まあ滝もいるんでってことで、この浅沼さんっていうね、ドイツのベルリンに詳しい人がいてね、その人が書いてる文章最後に載ってるんだけど、ドイツのベルリンっていうのは今世界的にもクラブシーンで一番有名な街だよね。実際に観光地にもなってて、世界中からクラバーたちが集まって来てますよと。でそもそもなんでこんな有名になったかっていうと、東西ドイツの冷戦が終わって崩壊しましたと、冷戦が。でその時に結構東ドイツの方だとか廃墟が残ったじゃんね、うん、違法状態になってたんだね一時期。その時に懲らしめたもんだって言って、まあ、イリーガルな場所でそういう若者だとかちょっと前衛的なアーティストだとかがどんどん集まってきてて、廃墟を占拠していろんなイベントをやったのね。でそれがベースになって今のこの文化、自由な文化から自由な音楽が生まれてきてるっていうのがあって、当然他の町と同様今はちゃんとした都市でいろんな都市計画みたいな規制もあったりして、そういう違法なものについてはどんどん撤退を求められたりだとか、町ができていくってことはいろんな人が住み始めるから近隣住民がね迷惑だっていうことでいろいろ、まあ、立ち退きを命じられたりだとか、そういうのがあって、どんどんいいクラブが少なくなってるらしいんだけど、ベルリンでも。その中でもなんとか今ベルリンには300軒ぐらいクラブがあるみたいなんだけど、それでまだまだクラブカルチャー根強いのはクラブコミッションっていうロビー団体がベルリンにはいて、だいたい15人足らずでやってるみたいなんだけど、でそこがクラブカルチャー
についてというか、そのベルリンのクラブシーン、アンダーグラウンドなことについては窓口になっていろんな要望を聞いて、で、まあ、言ったらそこのに協会みたいな組織を作ってさ、うん、クラブの店長だとかが加盟していろんな意見を聞きながら、その政治団体とかに、そこのロビー団体、クラブコミッションを通して政治家とかに働きかけてって法律を変えてもらったりだとか、うん、事前に近隣住民の要望だとかを聞いて、新しく建てるクラブはまあ壁を分厚くしたりだとかして、なんとかあの対処していったりだとか、どうにかそういう一つの大事な文化としてこれからも持たせていくために、まあいわゆる緩衝材になってる組織があって、で日本でもやっぱそのクラブ同士が連携していろんなことをあの要望していけるような団体を作らないといけないよねっていう意見が多い今、ね、うん、ちゃんと冷静に考えてる人たちっていうの、だからレッツダンスとか今やってるけど、そういうのももうちょっといい形で、うん、そうね、今まあ寄せ集めみたいな人がたまたまやってるだけだから、うん、そういう団体を作ってね、自分たちの権利を主張しながらも、うん、悪いところは変えていくっていうのが、うん、だから自分がやりたいことをなんかこうしてくれみたいに一人で言ってるだけじゃなくて、ちゃんとチームを作って、うん、そういう偉い人、なんか嫌いかもしれないけど嫌いな人でも政治家とかなんかいろんな人にアプローチをして、で向こうは向こうなりに多分いろんな意見があるから落としどころをつけて一歩前進するっていう、そういうやり方じゃないと、うん、結局何も変わらないよっていう、騒いでるだけって思うじゃんね、うん、そうそう、まあね、賢くならないからね、やっぱりある意味、うん、そういうところはそこもね、うん、うん、